今から13年前、楠本満が校舎を飛び降りたのを機に桑名の人生は決定づけられた。彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。何やってんだてめえ。顔と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分つけにしといたからさ、すぐ払う時が来る。震えながら待ってな。お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。支度ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた？城崎先生。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけねえ、八神さん。別にいいって。実際肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ城崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら。ん？そうか。みんな揃ったら電話するよ。ああ、俺もそれで構わねえぞ。そういや東、神室町で何か変わった様子は？ RK の連中はどうしてる？ ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちの門が言ってた。頭の相馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。くそ、あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ。カイトーの兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ、人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？じゃあ人として取らなきゃならねえ敵討ちだ。ん？いや、モーラルか。全然違う方向に行ってるけど。とにかく俺は極道を辞めても人間辞めたわけじゃねえ。人としての筋を通す。はいはい、人間そう簡単に変わるもんじゃないね。八神さん、一息入れてきてよ。城崎先生たち着いたら連絡するからさ。兄貴の返しだ。俺がやらねえで誰がやる。
兄貴の会社。しばらく寝とけっての。もしもし、矢上さん、杉浦。ああ。白崎先生たちがシャルルに着いたよ。間宮さんへの事情聴取の準備してる。わかった。そろそろ戻るよ。よろしく。いい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。これはこれが意味するのは。
俺が言い過ぎだ。加減にしろや。ったく、時間食っちゃったよ。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。やめろ。町に救うドブネズミどもか。
やめなさい。甘すぎる。よすんだ。様、清涼院チャチャコですわ。それって…はあ…しますわ。わかった。ヤガミ！Yes!
っしゃ。なんという。なあ、え？神は死んだ。え？ああ、ヤガミ。は？要するに。ああ、八神さん。僕が思うに、おそらくは
はあ、おっちゃん。解散だ。それって。なるほど。はい。行くぞエンジェルズ。
なあ。おい。なあ。おい。私にはもう。なあ。リナ、なあ。はあ？
なんで？あん？明日に向かって走れ。そんな。なあ、八神、ああ、絶対だ。そうか。おい、くだらねえ。ぶっ殺す。いらっしゃいませ。いただこれ、ごちそうさま。ありがとうございました。あの、ありがとうございました。
ばらく寝とけって。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ブラックジャック、お強いですか。ありがとう。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック、お強いですね。ありがとう。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ブラックジャック、お強いですね。ありがとう。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック、よっしゃ。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ブラックジャック、よっしゃ。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック、お強いですね。ありがとう。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ブラックジャック、お強いですね。ありがとう。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。
ブラックジャック、よっしゃ。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ブラックジャック、お強いですか。ありね。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック、よっしゃ。どうされますか。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。
エミリちゃん。あ、中田。ああ。八神さん。え？はあ。ええ。八神だ。よろしく。おう。
へえ。尋常に勝負。勝たせてもらうよ。
あやはちゃん。やがみさん、何する？どうしようかな。これ飲まない？これマジで好きなの。乾杯。みなぎってきたぜ。こんなことがあってさ。ヤガミだ。よろしくね。それって。あやはちゃん。やがみさん。何する？何にしようかな。一緒に飲もう。さすがやがみさん、チョイスが神。乾杯。
これは。こないだのことなんだけど。マジウケるんだけど。ごちそうさま。
く時間食っちゃったよ。よし。ズガーン。良い麻雀を打ちますね。純正中連。ダブルヤフ。よろしく頼むよ。軽くひねってやろう。緊張で喉が渇いてきました。スモ絶好調だ。やられた。純正中連ダブルヤフ。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。ったく、時間食っちゃったよ。
ヤガミッチ。ああ、よろしくな。ヤガミだ。やるじゃねえか。いやいや、なあ、そういうもんさ。どうだ。え？ああ。いや、そういえば、ああ、油断するなよ。ゴースト派の連中こんなにいたっけ。ああ、最近急激に勢力を拡大してるらしいぜ。偉人町の外のチームを引き込んでるとか。外のチームを。ゴーストの強さや暴力による支配という思想に賛同した連中らしい。町のゴロつきやチンピラだな。なるほど、道理で物騒な連中ばかりが集まってるわけだ。キー、なんだよ。ずいぶんと凝った歓迎だな。ヤガミ、貴様、今のうちに遺書は書いておくんだ。必要ねえ。俺は必ず生きて戻る。見えきたが、相手ってやれ。はい、ベアガミ、お前はよ、俺が殺す、レースだ。やってみろよ、やれるものなら。な、ヤッホー。
おっしゃ！ヤガミ、
そう、革命だ。ぶち壊してやる。We'll be right back.
な。バカな。おう。
いい加減にしろ。おい。改心したんだ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
っしゃいませ。いただきます。これをごちそうさま。ありがとうございました。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございました。溶けてる。
だ。ラコン、Yeah!
し。いやいや、八神、僕が ゴースト！ ああ？ なあ。おう。おい、くだらねえ。
なあ。なんだと？なんだって紫弾だ。そういえば傑作だぜ。くだらねえ。おい、なんだと？そう、革命だ。力こそがルールだ。おっと、待てよ。
おい、んだと。なあ、ところで、え？そうなんです。僕が、ぶっ殺す。マジで？おい、
ああ、でも来な。今事務所で確認してきたけど、元京浜同盟の人たちは君の紹介で入った人みたいだね。辞めさせる会は辞任してもらう。一連の疑惑についても議会には報告しておくから。そんなそれだけは勘弁を。許すつもりはないよ。頭冷やしたか？くそ、くそ、くそが、くそ誰が！どうして俺はいつもこうなんだ？なんで空回りばかり？なあダン君、君もリナと同様、レイジの影に囚われていたんじゃないか？兄貴の影に。君がどうしてメイドインヘブンで顔を隠して活動していたのか、なんとなくわかるよ。お兄さんと比較されたくなかったからじゃないか。だからレイジとは異なるやり方でのし上がろうとしてきたんじゃないか。アウトローたちの世界でレイジのような速さではない暴力を使ってね。うるせんだよ、ズケズケと。君は中学生の時からやんちゃだったからね。よく補導されていたもん。将来を心配していたんだ。昔からよ、兄貴の存在が鬱陶しかったんだ。どいつもこいつもレイジ君はレイジ君はって言いやがる。しまいにはメイドインヘブンなんて族立ち上げて不良どもから神格化されちまった。そんなお兄さんとうり二つの顔だったんだ。みな君にレイジを重ねてしまったんだろうね。ああ、さっきも俺の顔を見た途端連中態度を変えやがった。みんな俺を通して兄貴を見てやがるんだ。人が何と言おうと君は君だ。お兄さんの影を追いかけることはない。だって君自身が光なんだからね。君も過去ではない、
明日に向かって走るんだ。相変わらずくせえおっさんだ。言われなくたってそうすら。なあ、ああ八神。なあ。ヤガミッチ、なあ、教えてやるよ。やべえだろ。は？八神さん。
はあ。よろしく。お。しばらく寝とけっての。前か。よしよし。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
そんなもんか。もう許さねえ。ったく、時間食っちゃったよ。加減にしろや。お手柔らかに。始めるぜ。行きますよ。俺や。これ。これだろ。ドシッピン。さあ、やるでー。始めるぜ。行きますよ。これこれだろ。
さあ、どうなんする?勝負や!泣き。悪いな。はあ、ほら、
まあな。へえ。ねえねえ。お。
この辺りのはずだ。ビンゴ。ここからだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。そんなもんか。おい。
いい加減にしろよ。しばらく寝とけっての。ゲームスタートだ。
見てろよ、オラ！楽しいな、おい！どっちかな。分かれ道か。どっちかな。見てるよ、オラ！
中で寝てる。意味するのは
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。